話を開始します。小学校でも避難して生徒たちが避難しています。茨城市上空です。乗客はまだ取り残されているでしょうか。救助の様子は見えません。新幹線が線路上に止まっています。また新しい情報に次第ご案内いたしますが、 JR 全線各線運転ストップしております。 JR 各線では全線運転ストップしております。何が発生しています。そのため現在上下線の列車で運転を見合わせています。運転再開見込みは未だ立っておりません。今しばらくお待ち願います。また体調不良のお客様おられましたら座席を譲り合ってご利用ください。大阪高槻市です。大阪高槻市です。火事が起こっています。住宅火災が起こっています。住宅火災が起こっています。炎も見えます。煙が上がっています。炎が上がっています。高槻市立寿栄小学校です。寿栄小学校のプールの壁が倒れています。プールの壁が、ブロック塀が倒れています。道路側に倒れています。道路側に倒れています。あちらの奥にブルーシートがありますが、あの辺りで女の子が下敷きになったと見られています。先ほど死亡が確認されました。道路上に穴が開いてて、水がね、